はい、おはようございます。今日もね、動物の森やっていきましょう。まずは手紙が来てますね。3通も来てる。まずはフランソワ、時々こうしてお世話になってる。ああ、はいはい、フランソワありがとう。そしてこっちはジャン。ジャンからも、おいら最近筋肉痛がひどい。ああ、なるほどね、スーパージャン。お、すごい、スーパーサイヤ人だね。まあ、この辺はいいとして、もう一個こちら、稲荷ギャラリーですね。昨日ね、来て、神々しい彫刻がね、あったんで、それをね、買ってきました。多分これはね、間違いなくね、本物だと思います。ちょっと見ていこうかね。はーい、こちら、神々しい彫刻です。これがね、この羽が、悪魔っぽいのが偽物で、天使っぽいのが、もっとこういう感じで天使かわかんないけどね。まあ、天使っぽいのが、本物的な、そんな感じのことがね、あったんでね、こっちを買っておきました。多分、間違いなくこれはね、本物ですね。ってことで今日は何をするかなんですが、あ、気のせいか。これが中にも虫に見えた、これが。びっくりした。青バラが、そろそろできるんじゃないかなと思うんでね。オーロラチースチース。もしくは、オーロラがそろそろね、写真をくれるかなと思うからね、一切何も考えてません、実は。ね、多分何かしら起こるだろう的な感じでね、やってるんでね、多分何かしらが起こってくれると信じてます、私はね。オッケー。もしくは、アルバイトができるとか、そういった感じで、そういった感じで何かしらができると信じて、今日の化石、1個目。さあ、ジャンは家の中にいる。こっちタコ屋だっけ？ジャンは外にいるね。了解了解。ってことで早速ですが、今日の青いバラ選手権。昨日ね、ついにね、種の方のやつが進みました。こちら、見てください。これがね、紫が出来上がったんでね、ようやく進んでくれたんでね、この白と紫を合わせてる作業です。そんなことを知られたいね。こっちがなかなか2個目のやつが出ませんな。1個これ出たよね、これ。これ出たと思うんだけど、これ2個目が全然出なくてね。まあでも、まあ、まあ。あと何日かかるかな。今何日かかったんだろう、逆に。ここまで何日かけて、これぐらい進んでんのかね。さあ、とりあえずね、青バラ関係はね、サムネにならないことは確定しましたね、これでね。さあ、次は何が起き？モンシオチョウ、アゲハチョウか。アゲハチョウはもう捕まえたよね。タコやチスチス、何してんの？こんにちは、せやねん。話に聞いたよ。おう、お部屋がかっこいい。お、おすすめの家具。はい、わかりました。今、手持ちなんか持ったっけな。あ、ある。神々しい彫刻。ダメだ、これ。私で買うやつだな。からの、きょのー、これ。そういえば、木って大きくなってんのかな、これ。ちょ、全然気にしてないけどね。木なだけ、これ。あ、ここだー。あ、ていうか、この前、カーニバル、やった時に、双葉のテーブルがあるかどうかを確認するの忘れちゃったね。まあでも、カーニバルやってたから、いっか。今日こそは、今日それだ。今日はね、多分サムネ見てもらえばわかる通りね、多分ね、双葉のテーブルがね、手に入ってますね。ちょ、この後、取り行きます。ということでね、ついに今日ね、双葉のテーブルが手に入るという、ねえ、長かった。もう、何回見たかわかんないぐらいの双葉のテーブル、ラコスケだ。ラコスケ、久しぶり。どうもどうも。初めてだよね、言うて。でもね、こっちで会うのはね。ああ、そうか。双葉のテーブルは、ない。あ、そういえばさ、この、噴水が出来上がったやったっていう、そういうのやったっけ？多分それやってないよね。次の公共事業何していくか、その辺ちょっと決めていきますかね。それだ。あったやることたくさん。あ、その前にオーロラチスチス。今日話したっけ、オーロラ。あ、話したわ、さっき。なんだっけ？あ、ジャンか、それだ。ごめん。ジャン、見かけてないよね、全然。そして今日の化石、2個目。からの今日の化石、あ、落とし穴かもしんない。あ、やっぱりな。初めての落とし穴。落とし穴の種あってもね、特に必要ないのでね。落ちましょう。あ、ちなみになんか掲示板あるね。今日の掲示板、本日午後4時より全品半額。あ、オッケー。でも、半額の時に買うのとさ、半額じゃない時に買うのどっちがいいんだろうね。デパートにするのを目標にするんだったら、半額じゃない時に買った方がいいのかな、やっぱ。ってことで聞いたよ。お、今日ハンナがいるね。ハンナ何してんの？うちのコーヒーはいつもモカってやつ。あ、オッケー。こんな感じでね、アルバイトした時にね、誰が何が目標か好みかってのがね、分かっていると、やりやすい的な感じがあって、ハンナはモカですね。後でメモっとこう。ちなみにね、ピティエがね、昨日いたんだけど、ピティエはね、砂糖3個がいいって言ってた。ね。ってことで、コーヒーください。お願いします。いやー、毎日こうやってコーヒー。
コーヒーを飲みに来れるといいですな。こういうお店ね、常連のお店欲しいね、やっぱね。うん、いただきます。毎朝来て、1時間ぐらいちょっとまったりするみたいな。あーあーああ、香りと味わいが悲しみ渡るロードゾーロゴゾロップに染み渡る。まあ、アルバイトはまだかな。あ、どういたしまして。ちなみにこっちでさ、お持ち帰りは飲む前なのかな、多分。はーい。お、そしてここが出来上がりましたね。あ、うんうんうん、いいじゃんいいじゃん。あ、ほら見てこの、かっこいい。かっこいい感じになったね。あ、これいいわ。双葉村って感じがするね。ね、便利。ドゥビドゥビドゥビンディ、便利。ドゥブンドゥブンドゥブン。おっすおっす。何してんの？話に来たよ。フルーツ。あ、来ましたね。ウェンディの写真チャレンジ。フルーツといえば、美味しい梨通りがね、あるんでね、その美味しい、危な。美味しい梨をね、プレゼントしていこうかなと思いますよ。こちら、ウェンディーや、早速ですが、美味しい梨を持ってきたよ。これでね、写真がもらえるかもしれない。スーパー写真もらいチャレンジタイム。カモン。ほら、美味しそうでしょ？これ美味しい梨だからね、言うてね。ほら、びっくりするわ。ほら。でしょでしょ？うん、でしょ？さ、俺が、さ、来い。写真、書くだ、写真、書く。ふふふ。近未来なシェルフ。シェルフって何？シェルフがわかんない。そして今日の化石、三つ目？シェルフってあれかな？シェフの一種かな、やっぱ。あ、そしてタックン、チース、何してんの？話しようよ、タックン。うん、世間話でもしようじゃないか。ん？ああ、あ、はーい。ということで、今日もね、今日はね、公共事業を進めていこうかなと思います。うん。噴水な。オッケーオッケー。あ、これジャン来てくれたらジャンにプレゼント渡せる。ついでにジャンとオーロラも来てくれたらジャンに渡した後にオーロラに話しに行けるからね。ワンジャンある？ワンジャンない。ジャン何してんの、ちょっと。来てよ、ジャン。オーロラ来てんのにね。うん、祝辞ね。やったね。噴水なだけに。だけにって言ったけど何もつながりないわ。やったね。はい。はい。あ、これですね。じゃあ、せーの、よー、やったねー。はーい、オッケー。噴水。うん。ベンチ作りたいな。じゃあ、やっぱ噴水の近くはベンチがあるってのが相場だと思うからね。ベンチ。タコヤこう話したっけ？タコヤチース顔が見えねー。こんなのどうですか？あのね、近未来なシェルフ。これもらったんだよ、これ。これどう？これ多分高いやつじゃない？きっと。近未来なシェルフだー！ほら、やっぱり。うん。そして、それからタコヤの写真が来るか？これはなんだ？うん、壁紙だ。よくある壁紙とかやめてね。コロニアルなラティス。おー。なんか、いい感じにブツブツ交換にはなってるっぽいね。ちょっと、ジャンがおらんか、ジャンちょっと呼びかけてみようかな。久しぶりにこの傘、久しぶりにこのタイマー、久しぶりにこの、なんだこれ、久しぶりにこのメガホンを使ってね。ジャン。あー、いた、いるわ、普通に。下の方で、なんか言ってた。浜辺かな？じゃあ、浜辺にいるっぽいね。下にいんのか、じゃあ。基本的に浜辺は行かないからね。ここの隅っこの方にいるんでしょ、きっと。ジャン、よくそこいるか。ほら、行った。ジャン、チス。何してんの、そのとこで、ちょっと。口癖。やっべえ、もう飽きちゃった。あ、いいよ。じゃあ、新しいのをやってあげる。うん。やっべえとかどうですか？やっべえじゃなくて、やっべえ。ね、こっちなら多分ね、飽きなくて済むんじゃないかという。やっべえ、どう？でしょ、360度変わった。え、すごい、よくわかってんじゃん。360度変わったよ、今回。すげえ、ジャン分かってんね。やっべえから、やっべえに変えたんだけどさ、これ360度変わってるね。素晴らしい。ってことで配達来たよ。ジャンさんへ、オーロラからのプレゼントですよ。うん。せーの、よいしょ、服だね。何？赤いネットの服。あ、やっべえな、それな。似合わねえ。あ、似合ってる。めっちゃ似合ってる。あ、もう頭とね、うん、その似合う感じ、すごくいい感じよ。うん。ほんとありがとう。うん。もう言うてそれも私、今来ても似合わないと思う、今日ね。はい。わかりました。でも、性格もらったから、じゃあ来ますかね。身につける。よいしょー。あわんね。あ。四つ葉のクローバーがある。今日の四つ葉のクローバー。オーロラジャンに渡して聞いたよ。ジャンの服着て帰ってきたから、なんかジャンどうしたのってなっちゃう、今日ね。配達したよ。
うん、どういたしまして。こんなこと言ってたよ。うんうんうん。はーい。別に、やってきたよって別に言わなくてもいいのかな。そんな必要ない活動な気がする。はーい。ってことでね、しずえさんや、公共事業新しいことやっていこうじゃないか。うん、チスチス、公共事業部お願いしますよ。今回はね、なんとね、新しい事業をね、やっていこうかなと思います。何をやるか。噴水置いたもんで、ベンチ的な、あれ？あ、公園のベンチ、これか。もっとなんかかっこいいベンチとかってないのかな？今あるものってこれぐらいしかないか。まあ、ベンチ、とりあえず置いていきますか？公園のベンチ。あ、もうさ、視線を上げた方が良かったりとかするかな。視線を上げることによって、環境を最強にしていく。最強？最高にしていく的なこと大事だもんね。なんか自然が上がりそうなものを上げていこうかな。だから自然っぽいやつだね。ダメだ、今私が持ってる中で自然が上がりそうなものないんだけど。なんか全部ね、人工的なものばっか。この石碑ぐらいかな。そう、石、ちょ、調べてみよう。せっかく攻略本買ったんだからね、自然が上がるかどうかを攻略本調べるの大事だと思う。はい、ちょっとね、見てみたんですがね、多分今持ってる中で自然が上がるものこれないですね。まあ、ないんで、まあ、生活が上がりそうなものもね、置いていく的な感じでいきますかね。あとは夢見の館だね。夢見の館そろそろ作っていきますか？夢にまたまた。夢に夢の館をね、作って、これで、まあ、2パートに1回ないし、1パートに1回ちょっと人のところを見に行く的な感じでしょうか。そろそろこれ作りましょう。夢に夢館ね。はい。やります。夢に夢に夢に夢方をね。うん。駅の中で募金。はい、わかりました。お願いします。オッケーです。20運満ね。まあ、運パート後には多分溜まってると思うんでね。楽しみにしときましょう。ちなみになんですが、今現在の環境はどんな感じですか？うん、最新の評価。まだまだこれからいくらでも頑張れちゃうおじいちゃんもよ。あ、はーい。自然が少ない。はーい。とりあえずじゃあ、木をとりあえず、バンバカとりあえず木をとりあえず植えちゃって、で、それで木を植えて最高にした後に、その木のいくつかを果物に変えていく的な、そういう作戦でやっていこうかな。最初に果物でやろうとしてもね、バランス考えながら果物を植えるの大変だもんで、木を植えた上で、じゃあここがここなの果物みたいな感じでやっていった方がきっとね、楽だよね。ちなみに低木がたくさんあるんだけど、この低木ってさ、木なのかな？それとも低木はあくまでも低木だから、木じゃないのかな。木換算されるのかされないのか。さっぱりわからん。さあなんだかんだね、あとこれだけしかね、木なくなってましたね。いっぱい植えてたわ。針葉樹のやつが4つと、低木が 1,2,3,4,5,6,7 個しかないんで、そんなに増やせないね、今回ね。ちょこっとだけ増やしちゃしちゃしゃ。あ、あとさ、ここ駅のこの下もさ、3マスにした方がいいかな。せっかくね、役場のとこ3マスにして、分かりやすく見た目を良くしたもんで、今回駅のこの下も3マスにして、駅のここら辺もうまく並木通りを作っていく作戦にするのもワンチャンありだね。やっていこう。ってことで、今日の道づくり。はーい、できました。ここね、大通りを作りました。駅まで続く大通りですね。そうなってくるとだな。そうなってくると、ここに、こういう風にやってんのがちょっと若干見づらくなっちゃうんだけど、まあ、いっか。そしたらだね、並木通りを作ろうかなと思ったけども、どうしようかな。ここら辺ちょっと、やっていくか？あはん。なんで、ここ4つ？ここ4つにとりあえず木を植える。低木を植える作戦やってみます。もうね、わからん。ここと、ここに植えて、で、向こうの方でね、役場の時もやったけども、で、この上にね、針葉樹を植える的な、ね。なんか、もう、センスはね、捨てました。私はセンスをね、赤ん坊の時にね、お母ちゃんの体の中に捨ててきた。あ、次にここってできるかな、ここ。近すぎるかな、どうなんだろう。そしたらあとはね、こういうとこだよね。こういうところに木を植えて的な感じのことをやる？見にくいかな、逆に。ここら辺とか、あとは、ここら辺とかに木を植え、いや、わかんねえな。結構ね、意外とね、木たくさん植えないとね、環境最高なんないかった気がするからね。どこに木を植えていくか、ほんと大事なんだよね。ああ、そして今日の、鉱石。あ、また金鉱石。この前も金鉱石だった気がする。ここがちょっと、空いてるから、ここにね、1マス空きずつ、ここと、
ここと、ここに針葉樹を植えていく作戦にしましょう。なんで、これを植えて、これも植えて、これも植えます。そしてその間に低木を植えていく作戦。これでちょっとは可愛くなる的な、あると思います。はい、こんな感じ。今日の自然の回終了。そしたらだね、このこっち側のね、オーロラたちの家、ここがね、道がなくてちょっと寂しいので、まあどうしようかな、ここら辺まで道をブワーっとつなげる的な感じのことをやって、もっとね動きやすくしていく作戦でやっていきます。ってことで、さらなる道作り、待って、その前にこれここに合わせる、ここに合わせるべきか、それともこのもう一個1マス下にするべきか、合わせよっか。はーい、とりあえずね、横にブワーっと敷いてみました。一番最後に、まあ、丸石のやつを敷くかどうかがちょっと悩みどころ的な感じですね。まあでもいい感じになったんじゃないかな？問題はこっから下にこうやっていくときに、ここもね、丸石に変えないといけない的な感じになるから、その辺をどういう風にやっていくかだね。ここにね、道を作りたいなと思った時ね。まあ、いっか。まあ、いい感じだと思います。よし、それじゃあね、梨を取って、師匠のとこ行きましょう。師匠、来たよ。チスチス、差し入れだよ。今日も京都で差し入れだよ。梨だよ。いつものだよ。うん。梨はね、美味しいからね。きっと、喜んでくれてるはず。師匠、尻尾あったんだね。今更だ。うん、あのネタね。はい、オッケー。今日はどんなネタが来るか。はい、どうも、師匠だね。今日は苦笑い。いつも同じなんか持ってきてってね。僕がまだ現役で芸人やってたこの話なんだ。今日はたまたま仕事がオフの日で、うちで息子と留守番してた神さんが外から電話かけてきた。おうおうおう。で、息子は電話に出たから神さんがお父さんいるって言う。息子、まあでもね、いらないってやつだよ、多分ね。いらない。はーい。まあ、苦笑いするしかないな、それはな。でもお父さんがいなければ、かーん。お父さんがね、お金稼いでないとね、生活できないこと考えたら、これはちょっと息子をそういう風にさせたお母さんのね、教育でもあったりとかするか、まあ、お母さんパッとするかもしんないけどね。ってことで、苦笑いのネタ、今のこの格好について、こんな感じ。こんな感じ。